長浜城の天守閣も雪で覆われました JR 長浜駅前に来ています番組前半中継でお伝えした時と比べて寒さは一段と厳しくなりました今も雪は降り続いていますここ長浜市の午後6時時点の積雪量は59センチです後ろに見えているプラットフォームや線路も真っ白です jr では北陸線琵琶湖線湖西線などの一部区間で運転見合わせとなっています駅周辺どこに溝があるのかどこに段差があるのか一切わからない状況が続いているんですねそして私たちがいる長浜を含めた滋賀県北部には今も大雪警報が発表されていて警戒が必要ですこの後もですね積雪は増える見通しだということですので皆さん 安全な行動を心がけていきましょう。以上、JR 長浜駅前から中継でした。